今日はみんな大好きナポリタンを作ります。オリーブオイルとニンニクのみじん切り、温まったところにウインナーを入れます。その次に輪切りにしたピーマンを入れます。私は玉ねぎ、入れないんです。あの感じがあんまり好きじゃなくて、ナポリタンには入れないので、この2種類でシンプルにいきます。アルデンテで茹でたパスタを入れて、少しお湯を、茹で汁を足します。鶏ガラスープの素をビトビトビト入れてみます。で、大好きなハインツのトマトケチャップを加えます。そして最後にこのバターを加えて、これが溶けるように混ぜたら終了です。カリーナポリタン完成しました。美味しそう。よし、いただきます。ちょっと水、茹で汁を入れすぎた感があるが、味は大丈夫だと思うんだけど。熱そう。美味しいです。バター入れるとこうちょっとコクが出る感じで、必ず最後に入れます。ぜひ試してください。